はい、こんにちは。本日もよろしくお願いします。でね、今回ねオキュラスクエストを買ったんで、このオキュラスクエストの、サイドクエストっていうねアプリがあるんですけど、その中に入ってた無料のゲームフランシス VR、バリケードっていうのかな、をプレイしていきます。銃ゲーですね。自分で銃構えて撃つタイプのゲーム、なんか警察24時とかそれタイプの VR ゲーム、無料なんでね、無料の割にはしっかり作られててかつ楽しいっていう感じのゲームです。さあ早速、これね3発当たったらゲームオーバーだけど、その前に敵を倒しきるみたいな、そんな単純なルール。さあ早速撃っていく。自分これなんだ、警察の設定だよね。警察官が頑張ってテロリストを倒すみたいな。で、これね、動画撮った時の視点がちょっと多分ずれてるのかな。なんか普通の FPS みたいな視点になってるけど、これ撃ってる時本当にアイアンサイトで狙って撃ってます。これなんか横からね撃って、腰ダメ打ち、FPS でいわゆる腰ダメ打ちしてるような感じで映ってんだけど、しっかりアイアンサイトを使って狙って撃ってます。設定かな、オキュラスクエストのね、なんか動画の撮り方っていまいちよくわからないんでね、縦長の画面になるしね、もうちょっとね、自分のなんか姿とかも入れるからいいんだけど、やり方わからなかったんで、今回はこれで勘弁。さあ、工事現場のヘルメットをしたおっさんを狙って、この銃なんだ、これグロックかな、なんかグロックっぽいんだよね。ポリゴンが荒くてあれなんだけど。さあ、で、これ結構楽しいのがね、この柱に隠れてたら本当にダメージを食らわないんだよ。でね、リロード、なんか中指のコントローラーのボタンを押しちゃうと、なんかマガジンが下に落ちちゃうんだよ。なんか本当の銃みたいで、マガジンが自重で落下するんですよ。自重で。なんでね、なんか撃ってる最中にたまに弾が、こんな感じで。さあ撃っていく。これやっぱね結構6DOF だっけ、自分が左右に動くとこのキャラもね動くんでね、ちゃんと左右に動いて柱に隠れてやってるんですけどね、たまになんか机にぶつかるんだよね、お家のもうちょっとね広いところでやればよかったんだけど、たまにガーンと壁にぶつけたりして痛い思いをするんだけど、VR あるあるで。で、サブマシンガンゲットして次のステージに進んでいく。いや結構な時間も限られてるから、おっといきなり後ろにテロリストがいる。それを網越しに、うわ一発食らった、いてやばいやばいやばい、ちょっとかなりしゃがもう。今もうほとんどこれ匍匐前進みたいになってる。本当にしゃがむのが当たんないからな、超匍匐前進で疲れるんだから俺やってて。もう怖っ、本当に匍匐したら当たんないっていうのがやっぱリアリティあっていいやな、でも VR ならではの戦い方だ。おっと、なんかアイテムある、あ MP5 っぽい何か。さあ次のステージ階段上がって、おおって上から撃ち下ろすタイプが、これあれ人間か、撃っちゃダメです。うわっと、なんか仮面かぶって、なんだあの、なんかあのさ馬みたいな仮面かぶった人なんのあれ、いいのあれ、なんか GTA オンラインでもあんなのあって、おっと目の前に敵めっちゃいるんだけど、びっくりした。さあサクッとマルチキルしていく。うわ奥にいる、よし、おー、つか目の前これ敵なの、びっくりした。さあ AK 持って、うわなんか落とした、多分リロードボタン押したな。なんか敵倒して上に出てくるアイコン、銃のアイコン撃つとその武器が手に入るんだけど、なんか弾がね補充できないんだよね、なんでリロードしたら終わっちゃうみたいな、そんな感じでございます。うわ目の前にいる、うわキモうわね、めっちゃいるんだけど。さあ乱射していく、ハンドガンがね、一番使いやすいんだよね。なんか、ガンクラブ VR っていうのもプレイしてて思ったんだけど、やっぱね、このコントローラーがね、両手つながってない以上はね、この、なんかこの、ライフルって、右手と左手で支えるんですよね。
なんで、まあ、片方動かすと視点がねずれて打ちにくいんですよ、かなり。なんでやっぱハンドガンみたいにね片手で支えて照準使って狙えるタイプの武器の方がねやっぱ VR はね使いやすいですね。本当にライフルをうまく使いこなすんだったら左右のコントローラーをなんかなんだろうね、つなげて固定しないとやりにくい。はい、リロードして、つかもう2発食らったから後がないぞ。階段上がってで下降りて、おっと狭っ、ちょっと待って狭っ、狭い狭い狭い、柱に隠れて隙間から撃っていく。ちょっとあれ人質だな、人質撃たないようにしないとな。なんかあの何だろう、バッテンマークはしゃがめ、さあリロードして、リロード挟んで上から撃っていく。次ね、ちょっと準備してリロードしてから次進む。なんか進んだ目の前に敵がいるってちょっとびっくりするんだよな。おっと金庫、おっとこれ違うか、危なかったよ、嘘だった。はい、マシンをゲットしてやっていく。あーブロックだな、やっぱり。いた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 、ちょっと待って、間違った、落としちゃった、自重で落下したマガジンが。さあ出てきたところ狙っていく。よし、スローモーション、おコンプリート、おおクリアした、これでクリアか。はい、そんな感じでクライシスアルケードプレイしてみました。まあね、 VR 結構面白いソフトたくさんあるんでね、ちょっと酔わない程度に動画撮っていこうと思うんで、今後ともよろしくお願いします。では本日はこれまでで以上です。また次の動画でお会いしましょう。